いらっしゃいませ、ダンディセカンドハウスへようこそ。バーテンダーのジュンです。今日もカクテルを作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、本日使っていくお酒なんですけれども、今回はですね、ウイスキーを使いたいと思うんですけれども、でウイスキーの中でも、まあ、いろんな種類があるんですが、バーボンウイスキーを使いたいと思います。あのアメリカンウイスキーとかもね、言ったりしますけども、はい。で、こちらに合わせていく飲み物は、コーラを使いたいと思います。で、コーラとあともう一つ果物でライムを少しだけ使って、まあ、一杯ね仕上げていきたいと思います。で、今回作るカクテルなんですけれども、ウイスキーコークにしたいなと思います。まあね、なんでこのカクテル作ろうかなと思ったかというと、まあ、ちょっとね、まあ、最近こう中によくいろいろとねしてくれる方が、まあ、やっぱりあの、まあ、A ちゃんがね好きなんでね、はい、まあ、A ちゃんの曲の中に出てきますんでね、それをね作ろうかなと思った次第です。はい、とても美味しいです、甘口で。ただやっぱりアルコール度数は強いのでね、飲みすぎないようには気をつけていただきたいと思います。それではね、早速作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速作っていきたいと思います。で、本日使うお酒はこちらになります。じゃじゃん、アメリカンウイスキーですね。バーボンウイスキーとも言いますけどもね、はい、こちらを使っていきたいと思います。で、今回、僕が使うこの、ま、アメリカンウイスキー、バーボンウイスキーはですね、ワイルドターキーの、レアブリードという銘柄になります。こちらも別に、まあ、どういったものでも構いません。まあ、何であれば、まあ、バーボンであれば OK かなと思いますし、こだわらないんだったら、もう正直バーボンではなくてもいいかもしれませんけど、まあ、今回はちょっとね、まあ、先ほども話した通り、まあね、まあ、A ちゃんの歌の中に出てくるっていうのもありますので、このね、ちょっとね、バーボンを使いたいと思います。はい、で、合わせていく飲み物がこちらですね。じゃじゃん、コカ・コーラになります。はい、こちらを使っていきたいと思います。まあね、言わずと知れた、ね、美味しい、世界で愛される飲み物ですね。僕も好きですね。ピザとか食べるときにね、コーラだったらもう完璧ですね。はい、100% 太りますけどね。はい、で、こちらとライムを絞っていきたいと思います。ではね、早速作っていきたいと思います。本日はね、ロングカクテルになりますので、ロンググラスを使いたいと思います。はい。それでは早速作っていきたいと思います。ではまず、ライムをね、切っていきたいと思います。あらかじめ、ライムは洗っておりますのでね、皆さんもちゃんと洗って使ってくださいね。ちょっとこれは、このライムはね、熟しすぎてて、あんまり汁が、果汁が出ないかもしれませんが、はい、4分の1個使っていきたいと思います。絞って、そのまま、とですね。こしゃこしゃ置いておきましょう。では、こちらに氷を入れていきたいと思います。氷はいつものようにですね、まあ、ちょうど、満たされるぐらい、まあ、満たすから、ね、いっぱいになるぐらいね、こんな感じで入れていきたいと思います。はい、氷です。で、こちら、バーボンウイスキーを40ミリから45ミリ、まあ、強いのが、ね、いい方はまあ50ミリ、60ミリと入れてもらっても大丈夫と思いますけども、まあ、標準は45ミリぐらいでいくのかなと思います。で、45ミリ、はい、これぐらいですね。よいしょ、こんな感じですかね。もうこのね、まあバーボンでね、あの別名こうなんかこうアメリカンルビーとかね言われたりもしますけれども、この色とねライムのグリーンが鮮やかでいいと思います。はい、ではコーラを入れていきたいと思います。そう、では、まあ、コーラも炭酸飲料ですので、氷に当たらないようにゆっくり注いでいきます。シュワ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 と。はい、こんな感じでしょうか。あとね、ウイスキーにコーラ合わせるってね、すごい
考えた人すごいなと思いますね。美味しいですよ。アルコール度数は強いですけども、コーラの良さとウイスキーのコクとかがね、バランスが良くてとても美味しい一杯になります。はい、でこの中にねライムの香りも入ってくるのでね、とても、すっきり爽やかで美味しい飲み物になるんじゃないかなと思います。はい、でこちらで、ウイスキーコークの完成になります。はい、まあ見てもらったら分かると思いますけども、まあ、あのバーボンが入ってますのでアルコール度数はとても高いですので、飲みすぎだけは気をつけていただきたいと思います。甘口なんでね、結構クイクイっといけちゃうんでですけどね、そこだけ気をつけて、ゆっくり楽しく飲んでもらえればいいんじゃないかなと思います。それではね、本日はこの辺で終了したいと思います。明日また、カクテル動画でお会いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。失礼いたします。